カラハンアサ、カラハン朝、カラハン朝、ペルシア語、カレキャニアンは、かつて中央アジアに存在したイスラム王朝。中央アジアのトゥルク、トルコ系の遊牧民族の中で最初にイスラーム化した集団と考えられている。カラハンアサは、トゥルク系の支配者として、初めてイラン系の民族、文化が、中心的な地位を占めていたマーワラーアンナフルを支配した国家である。 カラハンアサがマーワラアンナフルを支配するイラン系の王朝サーマーン朝を滅ぼした後、タジキスタン共和国を除いてマーワラアンナフルにイラン系の国家が再建されることはなかった。カラハンアサの時代は西トルキスタンの黎明期ともいえ、パミール高原異性の地域にトゥルクイスラーム文化が確立された。カラハンアサが滅亡した後、 カラハンアサの時代に芽生えた、チュルクイスラーム文化は、モンゴル、ウズベク、カザフなどの西トルキスタンを征服した他の民族、文化を同化する。タリム盆地のウイグル族はカラハンアサを、自らの祖先が建てた国とみなし、王朝の君主サトゥク・ボグラハンや、マフムード・カーシュガリー、ユースフ・ハース・ハーチ・ブラカラハンアサ時代の学者の美容を、混流した。カラハンアサは、 後世の歴史家によって付けられた名称であり、カラハンという君主の称号に由来する。カラは、強い、大きいを意味する言葉で、カラハンという称号は、強大なハンの意と考えられている。イスラーム世界の資料では、ハーガーニーヤ、ハン、カガンの王朝、アフラースヤーブ朝と書かれ、古戦学者の間では貨幣に刻まれている称号、エレイク、エレイク、イーロックに由来する、イレクハン国。 イリグハン国という名称も使用される。また、王党の起源を、ウイグル、カイ、コツに推定する立場の人間は、カイコツ新王国、ソーレ霊、パミール西カイコツの故障を使用している。840年に、モンゴル高原のウイグル国家が崩壊した後、カラハンアサの勢力が台頭する。ウイグル国家を構成していた、チュルク諸部族は、中国、チベット、中央アジアに移動し、 そのうち1五の部族は、セミレチェ地方を支配するカルルク族のもとに逃走した。カラハンアサの応答の起源は明らかになっておらず、様々な説が挙げられている。ウクライナの学者アマリアン・プリー・チェックはカラハンアサの起源を、ウイグル、トルクマン、カルルク、チニール、ヤグマー、カルルク・ヤグマー混合、特決の7に分類し、カラハンアサの起源を、 ウイグル国家崩壊後に独立したカルルクの部族連合と推定した。特決期限説では、特決の支配士族の一つである足なしの末裔が、加賀を称し、タラス、イリカ国、カシュガルに至る地域に新たな部族連合を形成したと説明されている。カルルクを王朝の起源とする説では亡命者を受け入れたカルルクの集団が、やがてカラハン国家に変貌したと説明され、 カルルクの指導者であるキュル、ビルゲ、ビルゲキュルパドゥル、キュルビルゲの孫サトゥクのいずれかを王朝の創始者とみなしている。創始者のキュルビルゲの時代に、それまでカルルクが本拠地としていたスイア部からベラサ軍に本拠地を移したと考えられている。キュルビルゲの子バズルは大藩、アルスラン藩としてベラサ軍を支配し、バズルの弟グールチャクは小藩、ボグラ藩として、 タラスを支配した。893年に、マーワラ・アンナフル地方を支配するサーマーン町によって、タラスが占領されるとオグールチャクは、カシュガルに移り、この地で、サーマーン町の清掃から逃れた人間を受け入れた。オグールチャクが、亡命者であるサーマーン町の王子ナスルをアルトゥシュの統治者に任命した後、ナスルの元には、イスラームの商人が多く集まるようになり、アルトゥシュに、 モスクは混流された。オグールチャクの下では、イスラム教の布教は禁止されていたが、ナスルの受け入れによって、領内のイスラム教の信者は、次第に増加していき、オグールチャクの老い、サトゥクも、ナスルの影響を受けて密かにイスラム教に改修した。25歳に達したサトゥクは、仏教を信仰するオグールチャクを売って、カシュガルを征服し、カラハンアサで、 初めてのイスラム教を信仰する君主となる。カラハンアサの歴史のうち史実とみなされるのは、サトゥクが藩に即位した時代以降で、サトゥクの時代より前の時代として記されている出来事を単なる現象、または史実とみなすかで研究者の見解は分かれている。イスラームに改宗したカラハンアサの君主は異教を報じる他の王族に聖戦、ジハードを挑み、 王朝のイスラーム化が進仰していく。942年、3年に、サテクは、王藩が支配するベラサ軍を占領するが、領内では、イスラム教は、完全に受け入れられてはいなかった。11世紀以降に、信仰の違いのために、カラハンアサが、天山ウイグル王国、西ウイグル王国、高渉海骨王国から完全に分離した後、 君主の中で初めてイスラム教を受け入れたサトゥクは王朝の子祖として崇拝されるようになった。九百六十年頃にサトゥクのコムーサーはベラサ軍の王藩を破り仏教国であるウテン、コウタンを攻撃した。ムーサーはカシュガルを本拠地に定めそれまでの王藩の都であるベラサ軍を吹くに降格し兄弟のスライマーンをベラサ軍の後藩に任命した。ウテンは 同じ仏教国である天山ウイグル王国、トバンと同盟を結んで優位に立ち、969年9月に、ウテンの攻撃を受けたカラハンアサの君主たちイクトソン、ヒエンは、カシュガルを放棄して逃走し、多くの財宝と捕虜が、ウテンの手に渡った。サプクの孫の時代には、ムーサーの子アリーが、国家の東部を支配する、アルスランハン、スライマーンの子、ハサン、ハールーンが西部を支配する、 ボグラハンの地位にあり、サーマーン朝が支配するマーワラアンナフルに侵入した。九百九十二年にハサンは、マーワラアンナフルの中心とシブハラとサマルカンドを占領するが、ハサンはカシュガルへの期間中に没し、サーマーン朝はブハラを回復する。九百九十六年に締結した条約によって、カラハン朝は、サーマーン朝からザラフシャーン盆地北部地域を獲得し、 999年に、アリーのこなするアルスランイ陸藩がブハラを占領し、サーマーン朝を滅ぼした。998年に、王藩のアリーがウテンとの戦争で落命し、カシュガルは仏教徒の反乱に乗じたウテン軍によって占領される。アリーの後を継いだ、アフマド一世は、ブハラに援軍を要請し、ブハラの宗教指導者ムハイディンら4人のイマームに、 引き入られた4万の士官兵によって、ウテン軍からカシュガルを奪回した。カラハン朝は1006年までに、ホウタン、11世紀半ばに、クチャを征服し、仏教徒が多数を占める地域のトゥルク化、イスラーム化が促進される。ウテンが滅亡した後も、ホウタンでは長らく仏教徒の反乱が続いたが、最終的に、仏教徒の抵抗は失敗し、 イスラム教への回収を拒否する人間の大部分は他の国に亡命した。ウテンを滅ぼした後、アフマド一世は天山ウイグル王国に回収のための聖戦を数度にわたって実施する。1 0 1 7年にカラハン軍はベラサ軍から天山ウイグル王国に攻め込むが反撃に、愛、天山ウイグル王国の軍隊はベラサ軍近郊に接近した。病床にいていたアフマド一世は 陣頭で指揮をとって、天山ウイグル王国を破り、トルファンに進軍するが、帰国後に病没した。アフマド一世の死後に、カラハンアサ内部の構想は激化し、ホータンを支配する、ユースフ、カディルハンが、カシュガルの範囲を継いだ時代には、中央アジアの支配権をめぐって、カズナーサと争った。当初からハンアサと、カズナーサとの関係は良好で、ナスルと、 カズナーサのスルターン・マフムードの娘との婚姻が進められていた。しかし、カラハンアサは、カズナーサを成り上がり者の,の国と別視し、ペルシア・インドを抑えるマフムードもカラハンアサを野蛮な国とみなし、またカラハンアサからの攻撃を警戒していた。1006年に、マフムードがインドに出征した際、ナスルは隙をついて、ホラーサ地方に侵入し、ホータンのユースフの援軍を得て、 バルフ、ニーシャープールを略奪した。1008年1月に、ナスルは、バルフ近郊のシャルヒアンの戦闘で、マフムードに敗れ、撤退する。1025年に、マフムードが、ナスルの子、アリーの支配下に置かれていたマーワラーアンナフルに、侵入した際、カシュガルの支配者の地位を継いだ、ユースフは、マフムードと連合して西カラハンアサを攻撃した。千二十六年にアリーは、ブハラ、 サマルカンドをカズナアサから脱会したが、1032年には、マフムードのコマスウードによって一時的に、ブハラを占領された。マーワラアンナフルを中心とする西部は、アリーの一族、ベラサ軍、カシュガルを中心とする東部は、ハサンの一族が支配する体制が敷かれていたが、11世紀半ばに、カラハンアサは、完全に東西に分裂する。 東西に分裂したカラハンアサは互いに争い、10世紀半ばから行われていた異教徒に対する聖戦は収束する。西カラハンアサはサマルカンドを首都に定め、11世紀にアッパース朝のカリフの権威を承認した。西カラハンアサの支配者は当初ウズガンド、ウズゲンに居住していたが、権力を強化した後にサマルカンドに宮廷を移し、ウズガンドは フェルガナの統治者の本拠地とされた。西からハンアサはゼンマー・ワラー・アンナフルの支配者を自称していたが、フェルガナはサマルカンドから半ば独立した状態にあった。東からハンアサは草原地帯のトュルク・ムスリムの軍事力によって、フェルガナ盆地のオアシスト市を支配し、その経済力は天山山脈の南北に及んでいた。ユースフの死後、東からハンアサはベラサ軍。 カシュガル、ホータンを支配する、王藩、タラスを支配する、古藩の領土に分裂する。1055年頃、タラスを支配する、ムハンマド一世イ・ボグラ藩は、王藩が領有するカシュガルを獲得した。ムハンマド一世イは、カシュガルを文化都市に発展させ、東から藩朝からは教訓書、クタドグビリグやトルコ語の辞典、トルコ語修正などの作品が生み出された。 11世紀末に東からア朝は、アフマド・ボグラ・ハンによって再統一され、彼の知性に、クタドグビリグが表される。11世紀初頭に、オグズの一派が、イランで起こしたセルジューク朝が1040年に、ダンダーン・カーンの戦いでガズナーサを破り、勢力を広げた。当初からア朝は、セルジューク朝の攻撃に耐え、セルジューク朝の支配下に置かれていたホラーサーン地方の、 都市を占領する。1072年にマーワラアンナフルは、セルジューク町の攻撃を受け、西からハンアサのナスル一世は、セルジューク町に侵入を誓った。アフマド一世の治世の1089年、政府と対立するマーワラアンナフルの裏マー、イスラームの侵学者の要請に応じて西からハンアサを攻撃した、セルジューク軍は、サマルカンドを占領し、西カラハンアサは、 セルジューク朝の支配下に置かれた。アフマド一世はセルジューク朝から支配権を回復したものの、1095年にウラマーによって異端と宣告され、処刑された。およそ半世紀の間、西から半朝はセルジューク朝に侵入し、大部分の君主はセルジューク朝によって選ばれた。東から半朝はセルジューク朝がタラス、セミレチエに侵攻した後に、 セルジューク朝への侵入を表明したが、侵入の期間は、ごく短かった。1 1 0 2年に東カラハン朝の王島に連なる西、カラハン朝の君主、ジブラー・イールは、セルジューク朝が支配する、ホラサ山地方に侵入するが、この地を治める王子サンジャルによって、テルメド近郊の戦いで殺害される。1130年に破産、1132年にマフムード二世を大いにつけた。 12世紀前半の中国北部では、女神族の建国した金が、キッタ丹族の国家領に取って代わり、領の王族ヤリツ大石に引き入られた一団は、中国から中央アジアに移住して、カラキタイ、西領を建国した。東から半朝のアフマド藩は、東トルキスタンの横断を試みたカラキタイ軍を破り、ヤリツ大石は進路を、天山山無北方に変更する。 ベラサ軍を支配するカラハンアサの王族がヤリツ大石に援軍を求めた後、藩の敵を破ったヤリツ大石はベラサ軍を奪い、この地でグルハンを称した。1137年に西カラハンアサの君主マフムード二世は保全道付近の戦闘でカラキタイの軍に敗れ、マフムードはおじであるセルジューク長のスルターン・サンジャルに助けを求めたが、 1141年のカトワーンの戦いで、セルジューク朝、カラハンアサの連合軍は、カラキタイに敗北する。東カラハンアサと、カラキタイの戦闘に関する記録は残されていないが、アフマドのコイブラーヒーム二世は殉教者、シャアヒドの名前で呼ばれていることから、カラキタイとの戦闘で落命したと考えられている。真珠を認めさせて、 効能を徴収するカラキタイの関節統治策のもと、東から半アサはカラキタイの王位を散脱した内ン部族のクチュルクに滅ぼされ、西から半アサは1212年にホラズムシャー長に滅ぼされるまで存続した。1210年にクチュルクはカラキタイの王位を散脱するが、カシュガルとホータンはクチュルクの支配を受け入れなかった。クチュルクは カラキタイの宮廷に拘留されていた東カラハンアサの王子ムハンマド三世をカシュガルに帰国させるが、釈放されたムハンマド三世はカシュガルの貴族によって殺害される。東トルキスタンを平定するため、クチュルクワに3年にわたって軍隊を派遣しなければならなかった。西カラハンアサの最後の君主オスマーンは中央アジアで勢力を拡大するホラズム社長の アラーアウッディーン・ムハンマドに協力を求め、従属、功能と引き換えに、カラキタイへの攻撃を要請した。1209年、10年に、オスマーンはムハンマドが実施したカラキタイ遠征に、参加して、勝利を収め、戦後、ムハンマドの娘をめとる。サマルカンドには、カラキタイから派遣された大官に代わって、ホラズムから派遣された知事が赴任したが、オスマーンは、ホラズムの圧政に苦しみ、 1210年、12年に、カラキタイの王位を散脱したクチュルクに助けを求め、サマルカンド内のホラズム人を虐殺した。サマルカンドで起きた事件の報告を受け取ったムハンマドは、サマルカンドに侵軍し、町はホラズム軍の攻撃によって陥落する。降伏したオスマーンとその家族はムハンマドによって、殺害され、ムハンマドは、サマルカンドを新たな首都に定め、マーワラアンナフルは、 ホラズム社長に併合された。カラハンアサの王族は、ペルシアの伝説上のトゥルクの王であるアフランス・イアーブの子孫を自称していた。カラハンアサは、イスラム教を授業した後も、伝統的な遊牧国家の統治体制を敷き続け、二人の、藩、カガンが、国家の東西を統治していた。カラハンアサの宮廷は最高権力者である藩に、対するトゥルク的な観念以外に、 王の中の王、シャーハーンシャーというペルシア的な王権の観念、中華世界の皇帝権の影響も受けており、中国皇帝の古称であるタブガチ藩も、君主の称号として使用されていた。領土の東部を大藩、アルスランから藩、西部を小藩、ボグラから藩が支配し、それぞれの藩の下に、イリク、イリグ、イレク、テギンという称号の下級君主が置かれていた。 カラハンアサの君主の称号に含まれる、アルスランは、獅子、ボグラは、ユーラクダを意味し、ライオンは、チギル部族、ユーラクダは、ヤクマー部族のトーテム獣と考えられている。王子は、テニン,ン、王女は、カトゥンと呼ばれ、騎士として、他の人間と明確に区別された。11世紀の半ばに入ってもハンたちは下記に、遊牧生活を営み、 当期に都市部に居住する生活を送っていた。封建的な支配体制の下で土地の統治は各地の王族に委任され、領土を分放された王族は異陸藩の称号を使用していた。領土の分配は、それぞれの王族が本拠に定める都市の発展を促し、都市に住むウラマー、イスラームの方学者の地位をも向上させる。カラハンアサ初期の時代。 都市の事情に通じていなかった君主たちは征服した都市にそれまで存在していた行政組織に変えてマートリーディ派のウラマーに都市の統治を委任していた各都市にはカーディイスラーム法の判事が任命され王族の利益の確保を進める一部のカーディと都市民の権利の保護を図るウラマーの対立を経てウラマーは都市民の代表者としての地位を確立する カラハンアサ支配下の中央アジアには、多くのファトワを発したムフティーのナジュムッティーンナサフィー、マートリーディー派の思想を体系化した、アブーアルイコールムイーンダの学者も現れた。カラハンアサが衰退しから期待が台頭した後も、ウラマーは、オアシスト氏の代理統治者としてなおも、権威と権力を保ち続け、西カラハンアサ統治下のブーハラの名家である、ウルハーン家は、サマルカンドの宮廷とは別に、 カラキ隊に効能を行い、サマルカンドの宮廷から独立した統治を行っていた。西カラハンアの首都のサマルカンドには、最小府が置かれ、行政に携わる初期、宇田川が高い社会的地位を有していた。カラハンアの宮廷職に、文官、武官の明確な区別は設けられておらず、騎兵隊長、軍司令官、スバシ、自重、ハーチ部、秘書官の順に昇進していった。 旧定職は、トゥルク諸部族出身の貴族が担い、藩の一族は彼らの補佐を受けていた。サーマン朝時代に没落したリフカーン、中央アジアの土豪は短期間勢力を回復したが、再び勢力を失い、十二世紀から十三世紀にかけての政治的事件の記録に現れなくなった。カラハンアーサ支配下のトルキスタンでは、トゥルク系のイスラム教徒によるキャラバン攻易が行われ、 政府が鋳造した貨幣が流通していた。発行された貨幣は、イスラーム世界のディルハム銀貨をもとにしたもので、イリグ、藩、王藩、タブガチ藩、中国の藩といった称号や、アラビア語によるイスラームの信仰告白の提携句が刻まれていた。貨幣に刻まれた名文はカラハンアサの歴史を伝える、貴重な資料となっている。 西カラハンアサ末期のサマルカンドは40万の50万の人口を要する大都市で、円輪が郊外に連なり、果実、穀物の栽培、養蚕が行われていた。カラハンアサ時代の教訓書、クタドグビリクには、農民、牧人、商人、職人は生活の基盤を支える、社会階級と記され、彼らの活動によって生み出された富が都市部の、 支配者層のもとに蓄積されていた。農地では塩分を含んだ土地の改良、貯水池を利用した灌漑風力による脱穀が行われ、収穫された食物はパンに加工されていた。果実の中では、ブドウの栽培が盛んで生殖にするほかワイン、ジュース、干しブドウに加工され、ブドウの他には、リンゴ、メロン、スイカなどの作物も栽培されていた。サトクボグラハンが イスラム教に改修する前のカラハン朝では仏教が主流であり、他にマニ教、ネストリウス・ハキリスト教、シャーマニズムなどが信仰されていた。サトゥク・ボグラハンの改修に関する最古の記録は14世紀、初頭の文献内で引用された11世紀の資料に遡るが、この時点ですでにサトゥクの改修には伝説的な脚色が加えられていた。アラブの歴史家、 イブン・アスイールは960年に20万個のトゥルクの集団回収が起きたことを記録しているが、この記述はサトゥクの息子ムーサーの時代にカラハン・アサが完全にイスラームを受容したことの現れだと考えられている。カラハン・アサの君主がイスラム教に回収した理由について、信徒に対して団結を求めるイスラームの教義、聖戦や殉教といった概念が支配の維持。 勢力の拡大に貢献できる側面が指摘されている。サトゥク、ムーサーの時代にカシュガルで行われた強制的なイスラームへの改修は国内の他の宗教の信徒の反発を引き起こし、ウテン、天山ウイグル王国などの仏教国との関係を悪化させる。ムーサーは王位をめぐる争いの中で強制的な改修を進め、改修政策においてはニーシャープール出身のスーフィー。 神秘主義者、カリマティが大きな役割を果たした。カラハン軍がウテンを破って、ホータンを占領した後、城塞は破壊されたが、仏教寺院は破壊されずに、モスクに改築された。1141年のカトワーンの戦いで、カラハンアサがカラキタイに破れた後、ベラサ軍に近いセミレチエの地に、カラキタイの軍隊が駐屯した。東西のカラハンアサは、 カラキタイの新住国として存続し、朝税と定住生活を送るイスラム教徒の監督を命じられた。カラキタイの支配者層は仏教を信仰していたが、支配地の信仰には、寛容な姿勢をとっていた。東から半朝の首都カシュガルは、イスラム教の文化と権威が保たれながらも、東方におけるネストリウス派のキリスト教徒の中心都市となった。チュイカーの渓谷では、 カラーキタイへの従属時代に建てられたキリスト教徒の破壊詞が発見された。10世紀にトゥルク諸部族に受容されたイスラム教はトゥルクの文化と結合し、11世紀にアラビア文字で表記するトゥルクの言語、カラハンアサ、トルコ語が成立した。1996年にユースフ・ハース・ハージブによってトゥルクの言語による教訓書、クタドゥグビリグが 東カラハンアサの君主に検定された、中力の言語をアラビア文字で記した最初の作品である、クタドゥグビリグは、中力イスラーム文学最古の作品に位置づけられている。中力イスラーム文学は、イスラーム世界とペルシア文学の強い影響を受けており、従前の中力と深い関係があった中国、仏教、キリスト教、マニ教の影響は見られない。クタドゥグビリグには、 クルアーン、ハディース、スーフィーの著書から引用した中元が記されており、王族のイスラームの改修から一世紀後には、イスラーム学は、トルキスタンの知識人の間に深く浸透していた、ことが伺える。権力闘争の末に、バグダードに逃れた東から半朝の王族、マフムード・カーシュガリーは、トルコ語習生、D1 リュガード・アッティルクを1077年、78年に着手。 アッバース町のカリーフ・ムクタディに検定した。しかし、クタドゥグビリグ、トルコ語修正の後に続く、トルコ語による著述活動は、盛んとは言いがたく、これらの作品がルフした範囲も広くはなかった。ティムール町の時代に入って、トゥルクの言語は、中央アジア世界でペルシア語に並ぶ地位を確立する。カラハンアサ時代に建設された大規模な建設物は多く残っており、 10世紀末まで中央アジアを支配していたサーマーン朝と比べて多い。1121年にブハラに金曜モスクが建立され、1127年にはモスクの前にカラーンミナレットが建てられた。ミナレットの高さは約45.6メートルで、戦災や地震の被害を受けながらも修復され、姿を留めている。サーマーン朝時代に比較的小さな都市だったウズガンド。 は一時的に、マーワラ・アンナ・フル・ゼンドの支配者である西から半夜サの君主の居所とされ、宮廷が移された後も、フェルガナの統治者の本拠地とされた。ウズガンドには高さ約18メートルのミナレットが建立され、ウズゲンの建物の中でも12世紀に建てられたものは、特に評価が高い。1078年、79年にナスル一世によって、 ブハラとサマルカンドの間に建設されたラバーティマリクは対象宿キャラバンサライ以外に防衛施設としての役割も有していたと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。